まあでも2万円とか3万円の商品でも10人に毎月売ることができれば、まあ、結構生活の基盤となるね売り上げっていうのを立ちますからねそう考えたらその多くの方に1万2万の商品が売れるようなスキルっていうのはちょっと手に入れていただきたいですよねそれが大きな足掛かりになるんじゃないかなと思います、まあ、私常にね呼びかけてるんですけども月収100万もいいんだけどもでもその前段階としてね 月に3万5万っていう副収入を安定させることってのは難しいんでしょうか？っていう話をするんですよ。やっぱりね。あの人の満たされてないものを満たしてあげるってことが商品を売るまあ、結構秘訣になると思います。んでね。当たり前のことがなかなか当たり前にできないまあ。そこに対しての当たり前のことを当たり前にするための習慣とか思考術とかタイムマネジメントとか。 まあそういったものがもうかなり求められてるんだろうなと思うんですよね。やっぱ考え方ってすごく大事で、あのこの前もご質問いただいたんですけども、生活保護でも稼げますかってくるわけですよ。私は稼いでいる生活保護の方の例をたくさんねこの2年間3年間も発信してきて、特別なことをするんじゃなくってできることをやること。例えばお母さんが娘に弁当を作りました。 でも世の中には弁当が作ってもらえないでも作ってもらいたいなって感じる人もいるわけですよ。で作ってもらえないからコンビニで買うみたいなねルートがあるわけですけどもじゃあ私作りましょうかっていうだけでああじゃあお願いしますと。でコンビニの弁当みたいに高くはなくって手作りなんだけどもでも自分の娘が毎日毎日あの食べているものですからおかしなもんじゃないですよね。 もうそういった形でねあのお弁当が売れたみたいな例もあってここれっってて特別ななとかなって言うんですよ。あとはねあの空手教室ですか空手なんて教えないんですけどもね空手の経験も格闘技の経験もないしかも40年間働いたことがな,ない65歳の男性がですね公園で空手教室を始めてそこにまあちびっ子が来ると10人ぐらいいるそうですけどもね500円の月謝で10人ぐらいだと5,000円になるわけですよ。 教えることは礼儀とか挨拶らしいんですよね。空手の道は礼儀と挨拶だからみたいな感じで教えてるらしいんですよ。で、たまにラジオ体操するぐらいと。それでもやっぱりね、じゃ月に5000円稼げてますよって言うんですよ。でも、いや、月に5000円稼いでもなーっていう人に私は問いたいんですけども、まず月に5000円稼いでから言ってくれということなんですよ。<laughs> まあそういうことじゃないですか。月収100万じゃないと意味がないって言うんだったら90万じゃダメなんですかとかね。 80万じゃダメなんですかっていうふうに考えたた時に、まずは5000円から始まる、1000円から始まる。そういうふうな小さな1000円とかを軽んじないことかなと思うんですよ、うん。これをまとめるとね、小さい金額でも侮らない。大きな金額でもビビらない。こういうことじゃないかなと思うんですけどね。じゃあ、いってらっしゃい。